はようございます。釣り子 TV です。人気のジャッカルブラストボーンにジュニアサイズが出たっていうことで、早速店頭に並んでいたのでね、一つ買ってきてみました。人気のね、あのブラストボーンが、なんだろう、使いやすいね、サイズになっているっていうことで、まず大きさはね、150mm、重さは 26g だよっていう風にね、書いてありますね。スローフローティング仕様の、こんな感じのね、パッケージに入って、売っておりました。まず目を引くのはね、このカラーリングがね、すごい綺麗だなっていうことで、こんな感じのね、ボラっぽいカラーね。まあベイトフィッシュね、ボラ、淡水海水問わずね、いますからね。で、なんか近年だと霞ヶ浦でこのちょっと弱ったボラを模してこうクイックイックイックイってね、動かして、そんでもってバーンってね、食わせるっていう、そういうパターンが、人気大爆発っていうことで、それとまあ自分の大好きなあのシーバス釣りなんかでも、これから秋の時期にね、ボラがメインベイトになる、そんな瞬間がね、結構あるので、シーバスブラックバスね、問わずね、また使ってみようかなっていうことで、大きさがね、ちょうどいいな。まあシーバスでね、オリジナルの大きいサイズもね、いっぱい釣れていたんですけども、この150mm っていうサイズ感は本当ちょっと大きなミノーっていう感じでね、気軽に投げれるサイズ感じゃないかなという。まあ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 、早速ね、どんな感じか開けていきたいと思います、ね、これちょっとね、出たら1個買いたいなと思っていたんですが、はい、あれこうかな、こんな感じでね、入っております。で、ここにね、テールパーツの取り付け方っていうのがね、書いてあって、あ、ステンレスピンって書いてある、これ、あ、ちょっとまあ出してみますね、そしたら。はい、こんな感じでね、ここがワーム素材のはずですよね、ブラストボーンだと、エラストマーとかではなくて、このちょっとね、もったりとした独特なね、張り感のね、ソフトプラスチックパーツ、これが装着されていて、ここの装着されているところが、ここステンレスピンになってますね。前は木ね、爪楊枝みたいな、そんな感じので取り付けだったんですけども、ここがステンレスピンに変わっているっていうことで、このスペアパーツのところも、このステンレスピンとスペアテールがね、ついている、こういう感じになってますね。はい、まあこのサイズ感は使いやすそうで、このフラットなボディね、リップはね、こんな感じ、このね、大きなね、リップがね、その場で定点保持のクイックイッとしたアクションや、あとね、自分結構ね、去年ただ巻きですごいね、これ使いやすかったんですよね。なんかね、アクションのさせ方がよくわからなくて、ただ巻きしてみちゃえなんて感じで、そしたら途端にね、魚が釣れ出したなんていうのもあるので、このね、リップが非常にね、独特なブラストボーンアクションを出してくれる肝なのかなっていうことで、で、まあね、ジュニアサイズになったんで、オリジナルに比べてもね、だいぶね、こう、26g だっけかな、だいぶね、コンパクトで使いやすい感じになっているかな。で、ここ特徴ですよね。ここが通常こういうジョイントベイトだと、こう2つぐらいで指定してね、アクションを作るところですが、ブラストボーンここ1つで繋がってるんですよね。ここ1個ね、こういうね、これによってこの横の動きプラス、こういう縦のちょっとロールしたようなね、この独特なラフな可動域、これがね、なかなか使いやすいということでね、はい、カラーリングはもう間違いないなっていう、なんかリアルプリント系のカラーが施されておりますが、オリジナルサイズね、横に持ってきたんで、はい、比べてみるとこんな感じね、だいぶね、
こう並べても分かりづらいかもしれないですけど、フラット面の大きさとかがね全然変わってくるんで、だいぶ小型になっているかなっていうね、こう並べたら分かるかな。ちょっと俺の手で隠れちゃった。だいぶね小型でコンパクトになっているよっていうね。でこうね、やっぱりこの1点で支持して重いこういうテールパーツがついているから、独特なこう余韻を残すようなね、そういう動きがね全然水中じゃなくて空中でも見てもらえるんじゃないかなね。ここのテールパーツを自分の好きなワームとかにね変更して、そんでチューニングして遊ぶなんていうのもちょっと流行りましたよね。はい。でこれね、オリジナルから針がすごいフッ素加工のいい針がつけてくれてますね。これもちょっと嬉しいところですね。こんな感じですね。だいぶねこう2つ手に持ってみてね、重さの違いなんかもね全然、手にずしっとねくるオリジナルモデルに対して、まあ 26g、 結構いろんなタックルで投げやすいんじゃないかなっていう、そういう感じ。まあこれもね結構まあミディアムヘビーちょいちょい、ミディアムヘビーぐらいあればね全然ね、投げやすいね使いやすい感じだったんですけども、これだったら本当ミディアムパワーぐらいからね使えそうだし、あとちょっとパワーのあるスピニングなんかでもね、投げやすいんじゃないかなっていうね、そういう感じでございます。カバー際から離さず魅惑のドッグウォークで仕掛けるブラストボーンジュニアということで、カバー際で本領発揮するブラストボーンはルアーが狙いたいスポット過去カバー際シェード等から離れすぎてしまうと食わない魚に対しじっくりとアピールできるジョイントベイトです。クイックに折れ曲がる、シングルジョイントボディと前進する力にブレーキをかける幅広リップで最小限の移動距離でドッグウォークが可能です。またボディアクションに遅れて追従するソフトマテリアルテールはアクションに生めかしさをプラスし食わせの要素となりバイト率を向上させます。さらにストレートリトリーブではワンジョイントの特徴である後方ボディをツイストしながら平坦ボディをフラッシュロールさせアピール力の強いアクションを起こします。水面直下のエキサイティングなゲームをご体感くださいということで、こういう裏に書いてあるところでいくと、動きに生めかしさをプラスするソフトマテリアルテール、このねずっと動き続けてますけど、あとは、クイックに、折れ曲がるシングルジョイントのボディだよ、ね、でこのリップが、前方に進む力にブレーキをかける幅広リップだよっていうね、この3つの特徴が肝となるルアーっていうことですね。まあこの全長で言ったらねこのテールの分すごい長く見えるけど、ここはまあ置いておけば本当ね、こういうちょっとコンパクトシルエットな、なんだろうな、サブサーフェイスを泳がせる、ね、クランクベイトをこの時期とかよく釣れますけど、あれがすごいねこうベイトフィッシュライクな感じになって、でタカ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 ってね、やっぱりねそのピンポイントで食わせる能力に特化しているっていうことだから、霞水系なんかもちろんこの出てこない性能を生かすと、やっぱり暴走のリザーバーで、なんだろう、オーバーハングの奥に入れてできるだけこうその影の中でね大体食ってくるから、影の中から影の境目まで向けてウィー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 って動かして、それでもって食わせるのなんかすごいねドンピシャなルアーなんじゃないかなっていうこと でこの手のルアーがよーく聞くのがイメージだと、そうですね、あのトズラッパラダムとかね、こういうちょっと細長でリップを持っていてビッグベイトまで行かないんだけどっていうね、そういうルアーねよくね
釣ったりしているので、そんなところで使ってみたり、はたまたまちょっとねストレートリトリーブの動きもねなかなか秀逸だよっていう風に歌われているので、ちょっとこのサイズもねあのシーバスの平場の釣りなんかでも試してみたいななんていう風に思っております。いやーなんとか1個買えてよかった。はい、ということでね、本日の釣り子 TV はこちら、ブラストボーンジュニアね、これを一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。